宗教と哲学は、私たちの信仰、価値、行動、世界観を形成しながら、私たちの生活に深い影響を与えることができます。それが私たちの生活にどのように影響し、どのように賢明に適用できるかは、個人の視点と選択に依存します。宗教と哲学が私たちの生活に与える影響とそれを賢く適用するためのいくつかのガイドラインを見てみましょう。宗教の影響、意味と目的。宗教はしばしば人生の意味と目的を見つけるための枠組みを提供します。彼らは現実的な質問に取り組んでおり、人間の存在の究極の目的に関するガイダンスを提供します。倫理と道徳。宗教は道徳的、倫理的原則を強調します。倫理的行動のガイドラインを提供し、他人に対する思いやり、親切、心配を育成します。コミュニティとサポート。宗教コミュニティは感情的なサポートと所属感を提供します。礼拝場所は、困難な時期に人々が互いにつながり、支持を求め、慰めを見つけることができる空間です。希望と回復力。宗教は、逆境の時期に希望と回復力を提供することができます。信念体系は、しばしば人生の挑戦に対する希望と肯定的な見通しの源泉を提供します。霊的成長。宗教は祈り、瞑想、黙想などの実践を通して霊的成長を促進します。これらの実践は、個人が内側の自己と自分よりも大きな存在とつながるのを助けます。哲学の影響。批判的思考。哲学は批判的思考と分析技術を向上させます。個人が複雑な問題を様々な観点から検討し、論理的かつ体系的に考えるよう奨励します。価値と倫理。哲学は個人の価値と倫理的判断を形成するのに役立ちます。哲学的探求は、個人が正しいことを確認するのに役立ちます。意味と目的。哲学は人生の意味と目的に関する質問を探求します。哲学的な議論は、個人的な価値と信念についての洞察を提供することができます。社会と政治。哲学的思想は社会的、政治的思考に影響を与えます。彼らは正義、ガバナンス、社会構造に関する議論に貢献します。知的成長。哲学的なアイデアに参加すると、知的成長が促進されます。生涯学習と知的好奇心を奨励します。宗教と哲学を賢く適用するには、多様性の尊重。様々な信念と視点に対するオープンで尊重された態度で宗教と哲学にアプローチします。人によって解釈と視点が異なる可能性があることを認識してください。批判的思考。宗教的または哲学的な原則を人生に適用するときは、批判的思考と自己の洞察に参加してください。これらの原則があなたの個人的な価値観と倫理的信念とどのように一致するかを検討してください。バランス。人生の精神的または哲学的側面と日常生活の実用的な側面とのバランスを持ちます。あなたの信念と実践があなたとあなたの周りの人々の幸福を向上させることを確認してください。学習と適用。様々な宗教的、哲学的な伝統から学ぶために開かれています。あなたのユニークな状況と個人的な成長に有意義で関連性のある方法で彼らの教えを調整してください。寛容と包括性。寛容と包容性を奨励し、様々な信念と視点に対する尊重を奨励します。様々な信仰と哲学を持つ人々の間の会話と理解を促進します。個人的な成長。個人的な成長、自己改善、社会への積極的な貢献のための手段として宗教的または哲学的な教えを使用してください。自分が選んだ価値と原則に合った生活を送るよう努めてください。要約すると、宗教と哲学は、意味、倫理、個人的な成長のためのガイドラインを提供することによって、私たちの生活に深い影響を与えることができます。これらの信念を賢く適用するには、多様性、批判的思考、バランス、継続的な学習、寛容を尊重し、それを個人的及び社会的改善のためのツールとして使用することが含まれます。最終的に宗教的、哲学的原則の適用は、非常に個人的で生殺的な旅でなければなりません。